すごい惜しい。めちゃくちゃ分厚いんですよ。肉めちゃめちゃ入ってる。お肉すごいいいお肉、僕の肉だけでラザニアもすごい美味しそう。言えますか、お名前は。世界一長い、世界一長い、そうですね、アキレス新設中です。はい、新設中です。いただきます。はい、いただきます。浜田翔吾さんが人生最後に食べるもの、豆腐のお味噌汁と焼き海苔と焼き魚の漬物とご飯で出たんで、あらーなー、あんさんでも知ってます、ね、お魚大好きです。机の上がもう一体はい、パーティーです。パーティー、いただきます。うん、おいしい、めちゃおいしい、いただきました。おいしい、めちゃおいしいです。88年がもうやばいですよ、本当に超かっこいいです、うん、鼻水と鼻血と唾全部出ちゃうぐらいすっごい興奮して言うと、もうかっこいいんですよ。マイクになりたいみたいな、なんかマイクにこうやって唇にこうやってつけて歌ったりとかするって思うくらいかっこいいんです。やばいです。でも女としてのアイコンタクトを取るわけですよ。けど本当にかっこよかった。めっちゃかっこいいです。男性から見てもね、メンバーもみんな若いから、みんな若いですね。今もかっこいいですけどね。そうなんです、若さのエネルギー数違いますよね。すごいです。35年前でしょ、ということは35歳で見ててるんですね。もう早く何かよ、見てもらって。そう、もうね、タオル持ってきましたね。タブレットってもうずっともうないんですか。もう初日で売り切れちゃったみたいです。うん、すごい、めちゃめちゃ美味しい。いや、俺は本当に泣かされました。おっしゃるように本当に一曲一曲にそれぞれの人が思いがこもってるから、それこそ本当に人生なんですよ。本当に一曲一曲本当に人生が本当に詰め込まってて、本当に映画の中に映画の一曲一曲が映画、はい、映画なんですよ。短編小説じゃないけど、だから本当に走馬灯のように、僕はあの時そうだった、あの時18の時ああだった、本当にそれ本当に蘇ってくる。聞く人によって違う絵になるってことだよね。そうですね。もう何重にもいろんなものがもう込み上げてきて、本当にそうです。もうその時にまだ生まれてなかった人にもう絶対見てもらいたい。本当にそうです。
本当に最高。生まれてなかった私ですらすごい感動してるんで、もう何回も泣いちゃうし、2回目来てよかった。いやもう2回目でももうすごい、また新たな感じ方があるんですよ。そうですよね。そうです。大してこよう。いや、そうなります。そうなります。ダメだよ、ね、もう迷っている方も絶対に映画館に足を運んでみてください。絶対に含まれますから、一曲目からやられますから、ね、もうアンソンの隣で泣いてましたよ。やばい本当に来てもらいたい。いや本当に何回も見に行きたい。星さん、そんなこと言ってよかった。そう、本当にこちらこそありがとうございました。本当にありがとうございました。本当に最高です。ありがとうございます。明日から頑張れそうですね。ね、本当にエネルギーをいただきました。ありがとうございます。たっぷりいただいて、はい、僕もまた新たにエネルギーを。エネルギーを。はい、あげますよ。ぜひ来てください。はい、こちらです。ありがとうございます。感謝を与えて待ってるぜ。